Hi guys, this is Lana. Baby, you know it. You're losing patience with me, but baby, don't show it. Ooh. 今日ですね、皆さんにこの間私が使っていたナイトジェルみたいなやつがあったんですよ。パックなんですけど、それをちょっと皆さんにすごく良かったので、またちょっとね、詳しく掘り下げレビューをしていこうと思います。デデン、ということでこちらビシカ、多分あの、私この間もさ、新大久保とかに行ってさ、このシカみたいな CICA ってな、あの英語がね並んでる、多分成分を調べながら説明できたらなと思います。で、なんでちょっとね調べていくかというと、人気だったりとか、あとみんなにも伝えたくて、ゆいちょのゆいちょ、あれ、あ、来た来た、シカ、あ、これハーブなんだね。ハーブの一種になってて、あ、書いてある、寝る前の保湿が一番大切、間違いない。あ、で、そうそう、私がこれね、すごいこの記事を見てみんなに言いたかったのが、なんか寝る前にやるんですけど、これってあのジェルパックになってて、普通のパックってあれじゃないですか、ね、ほらこういうさ、白いやつ、紙ってコットンみたいなやつをこうやってかぶせて寝るじゃないですか。で、そういう時になんか枕とかに、あの、私外さずに寝るんですよ。なんかもったいない気がして、その中にさ入ってるエキス、あのほらあるじゃん、その化粧水みたいなやつが染み込んでてもったいないから、そう、それを取らずによく寝るんですけど、したら朝どこにあのパックがいったのか分かんない状態になって困って、で、それでこのジェルパックだと普通にペッてのせて寝たら勝手に吸収されるのですごい良くて、なんかスライム型になってて、ここの保湿力っていうか、肌にもともとある水分をなんか逃がさない感じがするんですよ。私はちなみにあの顔だけじゃなくて、ここのさ、あのカサカサ部分とか、私すっごいかかとだ、かかとがめっちゃくちゃカサカサなの。なんかおじいちゃんのかかとですかっていうぐらい本当ひび割れしてて、でそれをずっと気にしてて、で皮膚科でもらった薬とかさ、やっぱ靴下塗って、靴下を履いて寝るんだけど、なんかそれもめんどくさくて、でこれをちょっと塗ってみたの、したら案外良くて、で調べたらなんか体にも使えるし、なんかどこでもいいみたいな感じだったから、そうで、これであのかかとのね、ガサガサも治ったっていう、ちょっとそれは余分なんですけど。なんて書いてある、韓国では伝統的なハーブ軟膏として用いられてる。へえ、すごいじゃねえか。あ、そうで、なんか塗った感覚が多分あんまりいまいちつかめないかもしれないけど、本当になんかスライム状になってるんですよ。でスライム状になってて、塗ったらあの一旦浸透するんです。でどんどんちょっと5分ぐらい経ってくると、肌がこうやって引き締まってくる、なんか肌の中をなんかギュッてされてる感じがするんです、自分で。そう、それがすごいね気持ちいい、なんか配布を受けた後みたいな感じになる。お気に入りポイントの一つが、あのニキビってみんなやっぱ気になるじゃないですか。でなんかずっと相談とかしてて、お母さんにニキビ治んないどうしようとか、ニキビ跡が私は結構気になるんですけど、ニキビより。したらなんか私今20歳で、20歳超えてくるとどんどんなくなってくるよみたいな、いや、ごめん、ニキビ跡消えんちゃけどみたいな話になって、めんどくさがり屋の私が一番簡単なのはパックでバババって塗って、それで全部治っていくのが一番もう超楽だし最高じゃないですか。でなんかこれは本当にニキビ跡にも効くらしくて、そのニキビができる一番最初の、そのできにくくするニキビ育成防止みたいな感じの、なんかその口コミとかもさっき見たら書いてました。ほらよくあるじゃん、白くなりますみたいな、そういうのじゃなくて、より透明感を出してくれる商品だな。でなんか見てると、やっぱビフォーは普通の、まあ普通の肌で、アフターだとなんだろうな、スムーズなんだよ、なんか滑らかなんよ。えけんニキビ跡とかも結構なんか治っとるなみたいな感じで写真では見える。はい、じゃあね、早速ちょっと使用していきたいと思います。ディ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 ューン、こちら上の方にこのヘラのようなものがついておりますが、私は無視していこうと思います。えい、おお、ジェルすごいプルルって感じ。やべ、ちょっと取っていこうと思うんですけど、ほんとこんな感じで、なんかわかるかな、あ、やばい、そうそう、なんかね、太陽に触れると柔らかくなるっぽいんだよね。こんな感じで、なんかほんとにスライムみたいな感じ、あ、わかりやすい、めっちゃスライムじゃない、そう、こんな感じの、おいしょ、パックになってます。あ、やばい、ちょっとそろそろ溶けていきそう。肌に塗っていきます。肌に塗るとこうやってなんかね、
本当にスライムとか、あのあれみたい、コンビニに売ってるゼリー、ゼリーの食感、果実ゼリーとかそっち系で、パックなので、まあ結構ね分厚めにこうやってかぶせて塗っていこうかなと。で、あの正しい塗り方なんだけど、いつものスキンケアの後にこのさっきのヘラみたいなやつでさくらんぼ1個分の量をすくい取ります。で、私は結構多めに塗ってるね。これ顔の5箇所、ここ、ここ、左右の頬、額、鼻、顎にジェルを置き、全体にムラなくお肌全体伸ばします。で、もうこのまま寝るだけ。綺麗ね。こことかさ、こことか塗り忘れるじゃん、みんな。うん、マジで余分なとこに使ってるかもしれないけど許して。なぜかというと私は2個購入しておりますということで、あのたっぷり使いたい派なんでね。あー最高。これ本当はあの一応顔ね、あの顔に塗ってほしくて私は PR してるけど、私は他にも塗るっていう、それだけで、まあ、このままあの寝て、で朝どんな感じになるかだけお伝えしようと思います。あ、で、そう、よいしょ、幸せ、どんどん振動してる感じ、やっぱね、突っ張ってる感じはするということで、また明日の朝お会いしましょう。バイバイ。おはようございます。今日は肌の調子が朝からいい感じということで、昨日夜塗って、昨日の夜塗ったパックがあのすごく私お気に入りで、なんだろうな、くっつく感じが全然違うんですよ。でクリームとかじゃないのでパックなので、あのしっかりとあの寝てる時の肌の油分成分が飛ばないようにもしてくれるし、その分保湿されるっていうのがすごいね、あの私はお気に入りポイントになってます。ちなみに今日のヘッドバットは豚さんでございますで量もあれなんですよね、結構うん、なんか中に入ってる量、なんかジェルの量がこれ結構まだ使って、こっちはね結構まだ使ってあれなんだけど、もう一個ね買ってて、そうそうそう、減りもねそこまで、あのジェルパックなので少ないなと感じますって感じでございます。どうでしょうか。あ、そして最後にね、ちょっと動画を見てくれた方にキャンペーンがあります。キャンペーンをちょっと報告したいなと思う。ちょっとすごい光飛びがすごいな、すごい人、光飛びがこれどうやってなってんだ。俺6月4日から楽天スーパーセールがあって、そのタイミングでね購入された方はあの半額になるキャンペーンがあるので、本当にあの動画最後まで見てくれた人は本当にあの得して半額で買えると思うので、ということでこの私の朝のスキンケアルーティーンみたいな、軽くスキンケアルーティーンみたいな動画になったんですけど、もし気になればぜひぜひって感じでございます。あと最近他の動画も上げてるのでぜひ見てみてください。ということで次の動画でお会いしましょう。バイバイ。